黒金温泉は、福島県日本松市の長坂国有林内にある温泉。標高1400メートルの山中に位置し、登山道でのみ到達できる。あだたら山系の鉄山の中原にある黒金小屋に併設された温泉のため、自然発生的に黒金温泉の名称になった。竹温泉、奥岳温泉の源泉であり、 奥岳温泉からの登山道の脇には、引頭用のトイが設置されている。小屋のすぐ奥の源泉地帯は、火山ガスの危険があるため1998年以降、立ち入り禁止になっている。1997年に発生した死亡事故に伴う措置である。山小屋の一軒宿、黒金小屋が存在する。温泉街はない。露天風呂はなく、男女別の内湯のみ。 源泉掛け流し。黒金小屋の夕食福島県の外郭団体である福島県観光開発公社が経営。積雪の多い山域に立地するが通年営業である。あだたら山登山の途中での宿泊、または立ち寄り入浴で利用される。宿泊の場合は基本的に予約が必要。温泉宿ではなく山小屋なので部屋はアい部屋である。 自家発電の山小屋のため21時以降は消灯となる。消灯後は石油ランプが上野灯となる。歴代の管理人が引き継いできたカレーライスが夕食で提供されるが、昼食時は仕込みのためメニューに出ない。夕日、温泉跡、竹温泉有室元山小屋の開業は1953年であるが、現在の山小屋の建物に改築されたのは1963年である。 開業当初から温泉を引沸していた。黒金小屋周辺ではすでに平安時代までには温泉が発見されていたと言われている。江戸時代には、日本松藩主、庭師によって一帯が温泉街として整備され、夕日温泉と呼ばれて、大いに賑わい、晩所や藩主の御殿も建てられた。江戸時代中期になると湯う名も許可され、観楽温泉街として遠方からの来客も多かったと伝わる。 しかし、1824年、豪雨や台風の影響で鉄山の一角が崩壊し、その土石流が温泉街を直撃、湯本人や当時客など63人が死亡する大惨事となり、温泉街は壊滅してしまった。現在立ち入り禁止となっている黒金小屋から、馬の瀬の登山ルート沿いの源泉地帯が夕日温泉街の中核部分で、現在も当時の名残が少なからず残っている。 温泉は、その後、十文字、深掘りを経て、1906年にくぬぎ平の地に移転。これが、現在の竹温泉である、黒金温泉、黒金小屋。後方は、立ち入り禁止の源泉地帯。ありがとうございます。